こんにちは。受験といえば過去問ですよね。今回は過去問の使い方について紹介していきたいと思います。全部で3つ。1回でも問題を見ておくだけで、あ、これ第一志望のところで出そうだなとか、まあ、ここでは聞かれてないけど、あの試験を解くならこれも覚えないとなみたいな風に、普段の勉強でもかなり意識が変わってくるので、例えば英語は本当に分かりやすいですよね。和訳があるか、英作文があるか、問題文が英語であるかどうか、どう長文があるのか、長文が全然出ない、文法ばっかり出るのか、かけられる時間だって全然違いますし、ぜひ早めに一度気になってる大学があればどんな問題が出るのかなっていうのをチェックしておくことがおすすめです。この使い方が一番多いですよね。今の自分との距離感というものを測れると思います。ここが苦手だなとか、ここかなり時間かかるなとか、そういう自分の弱点を見つけられるのが今の自分の力を試すということになるので、そんな意識でぜひ過去問にトライしてみてください。これが本当おすすめで、過去問を毎回全部解いていたらすっごいもう時間がかかってしまうので、そこだけセンター数学の資格2がいつもよく間違えるなってなったんだったら、そこだけを自分の時間配分のこの時間で解くって決めてしまって、そこだけ何年分も10年とかバーってやってしまえば効率よく苦手を潰すことができます。僕もセンター試験なんて過去問いっぱいあるんでそんな風にやってましたし、二次も過去問がたくさんあるところとか問題集のように使ってましたね。東工大だと数学だけで3時間とか取られてしまったりするので、まあ、ぜひ毎回全部解こうっていうわけではなく、苦手なところ鍛えたいところ、そういうの意識しながら自分のウィークポイントを徹底的に繰り返して潰していこうじゃないですか。はい、ということで、すぐにでもできるのは最初の傾向を知る、もう本当に見るだけでも、普段の勉強の意識が変わってくるんで、ぜひやってみてください。で、マーク模試とかセンター前とか二次試験の前とか過去問演習をしたいよっていう時には、苦手な題目、苦手な分野を集中的にやってみるというのを、ぜひトライしてみてください。受験は時間の使い方も含めてまでです。頑張って。